って感じですね。で、海外移住ご希望の方からですね、オンライン起業したいと、販売で、起業、営業で起業ですね、あとオンライン講座、で起業ってことですね、あとカウンセリングで起業というような感じでいろいろご希望いただいてます。まあ、僕はですね、まあ、海外移住を、希望されている方でありますので、やっぱりですね、物販は避けるというところがまず一つですね。物を売るのでオンライン企業というのは、僕はやっぱりやり取り、物のやり取りとか税金のやり取りとかが出てきてしまうんですよね。なので、まあ、返品の場合とかですね、まあ、実際これ経験からなんですけども、なので、ノウハウ、あなたの頭の中にあるものを売るっていうのがですね、やっぱり、鉄則かなというふうに思います。まあ、これは移住を前提にしたですね、オンライン企業なので、さまざまな意見あると思うんですけど、僕は実際にやってみて情報を売る、ノウハウを売る、まあ、あなたの経験を売るっていうのが、何より、やりやすいと、移住した後